ひでよさん。はい。ひでよさん、なんでカゴの中入っちゃったんですか？え、入ってないですよ。ちょっとジャンプしてみて。ひでよさん、カゴの中入っちゃってるじゃないですか。僕入ってないですって。捕まってますよ、ひでよさん。捕まってないですって。はい、マッチングしました。ムニエールなんですけど、はい、ちょっと病み上がりで声がまだ戻ってきてないんですよ。はい、なのでほどほどによろしくお願いします。ちょっと熱が出まして、うん、体調崩してはすぐに熱出るの。体弱いのかな。うん、弱いんだよ、なちゃん。体が弱いのかもしれない。乙女なの。すぐ熱出るもん。なんで乙女が弱いって偏見だろ。乙女は弱そうだ。偏見だろ、それは。そう？うん。じゃあ強い乙女だったらやるの？乙女に謝ってくださいや。乙女さん、ごめんなさい。ああ、いいですよ。ひるさん、乙女だった。僕は、ベリーキュートな乙女心を持ってるんですよ。あ、乙女心を持ってるんだね。ちなみになんか久しぶりの、ムニ、ムニよね。そうですね。ねえ、久しぶりだ。今回武器どう、うん、好き？俺好きな武器2個あるんだけど。当てようか？ああ、いいよ。ソイちゃん。ああ、違う。え、ソイちゃんだよ。え、違う。違う。ソイちゃんですって。なんで2個あるのに外してくんのよ。もう1個は？ソイちゃん。違う、もう1個は。もう1個は、うん。待って、名前が出てこない。何？フラッシュブラスター。違う。なんで2個外してくんだよ。違うって、そうですって。どういうこと？そうで違うって何？だから、うまちゃんの好きな武器はその2つですって。俺は洗濯機と、はい、ボトルライダー好きなの。そんな嘘つかないでください。本当だよ。本当だよ。違うよ。違くないって本人が本当だよって言って本当なんだよ。違うよ、本人じゃない人が本当じゃないよって言ってんですから、本当なんですから。俺本人、俺誰なんじゃ。俺はうなちゃんだよ。違う、俺うなちゃんだよ。うなちゃんだし。皆さん、うなちゃんだったの。僕うなちゃんだし。だしって何。僕うなちゃんだし。俺そんな語尾使わないぞ、だしなんて。僕うなちゃんだし。ああ。ひでよさん、金の鮭来た。やばい。これ倒すの？わかんない。あ、すごい、ああ。ああ。こっちで倒していいかな。いいですよ。倒して、ひでよさん。倒してる。正面からいっぱい来た。仲間、来てくれ。仲間も来てくれ。仲間も来てくれ。おい、おい。あー、ついちゃった。今のうち入れとこ。今のうち入れときましょう。あ、こっち来てくれた。おい、やばいやばいやばい。おいおいおい、俺についたな。うまちゃんどこ？仲間救ってる今。オッケー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 。仲間やられたら助け終わるまで。うん、僕の方来る。うまちゃんやって、これ倒してる倒してる。おい、これわざと直撃当てないことによっていっぱい倒してんだ。おい、ちょっとこっち呼ぶから。あ、ごめん、死んだかも。ダメ、知らないで、うなちゃん。あ、食べられちゃった、ごめん。頑張れ、耐えて。あ、味方がスペシャル、ナイスナイス。俺ここにいる、俺ここにいる。ナイスナイスナイス。今のうち入れてくれ。オッケー。仲間ナイス。あと倒せば勝てるぞ。ナイスナイスナイス。焦らず倒せば勝てるぞ。ナイス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 。焦らず行こう、焦らず。うらちゃん、どっか行った、うらちゃん。俺、後ろにいる、ちょっと後ろ、ひろさんの後ろにいる。あ、いたいたいた。いた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 。うらちゃん押されてる。闇上がりなのに、先にやられてる。危ない危ない。ほんと、闇上がりでこれはまずいぞ、金の酒は。そうですよ。また喉壊れちゃう。うい。あ、ソイちゃん来た。ソイちゃん来た。うん、ソイちゃん来た。ソイチューバーです。で、乙女はさ、乙女なのにさ、うん。乙女じゃないのはなんていうの？どういう意味？
どういう意味？だからか弱い乙女ってさっき言ったじゃないですか。うん、そのなんか対義語みたいな。うん、バルキリー。あ、バルキリー、どういうこと？戦う女の人って書かない？バルキリー。あ、違う違う違う、だ男男男。あ、か弱くない女の子、帰り気の女の子の意味だと思った。違う違う違う、男の子の乙女の意味。はい。え？なよなよした男の人。どういうこと？めめしい男の人だよ。わかる意味？意味わかんない？わかんないの？聞いといて。僕が聞いてる意味と違う答えが返ってきたから。あ、どういう意味で聞いてたの？え、じゃあだからなんか乙女ってなんかこう可愛いイメージじゃないですか。うん。だからそれの男の子バージョンはそのかっこいいとかっていうなんか乙女みたいに短縮された言葉でかっこいいとかじゃなくてあるのかなって思ったんですよ。え、どういう意味？だからあのなよなよした男ってちょっとふざけてる。ちょっとボケて言ったのに分かんなかったわ。はぁ、あ、だってうなちゃんのボケ分かんないですから。いやいや、散々ボケないでって言ってるじゃないですか。乙女はなよなよした男で言ったらもう、それ違うだろうってなるだろう。なんでならんだよ。ひろさんが俺の話をちゃんと聞いていない、きっと。違う、うなちゃんに通じてない僕の話。いや、通じてないって、お伝えてられてないんだよ俺に。全然なんで僕が悪いって触ってきてない。なんでだ、最初バルキリーって言ったのもちょっと面白半分言ってたのに。何も拾ってくれない。バルキリーの意味がわかんないんだもん。それは学で、学だよ、学。もっとあの、本読んで、本。うなちゃんが僕のことバカにしてる。違うよ、本読んで、もっと。なんで本読まなきゃいけないんですか。小説とか読んだら出てくるよ。うなちゃんは一回死んだから僕の方が今回は偉いです。俺、熱で死にかけてたよ。いや、今関係ないですよ。いや、熱で死にかけてた。そう、関係ないですよ。いや、いい、もう、いい、飲んで。やんのか？やんのか、エレオさん。いや、別にやらないですけど。落ち着いて、今日はやらない。冷静になってくださいや。冷静ですけど。もうちょっと大人になった方がいいですよ。なんでだよ、大人だよ。僕は、大人なので。いろいろ子供でしょ？ 3 歳でしょ？違う、僕は大人な子供ですから。じゃあ何歳なの？だから3歳です。3歳子供じゃん。違う、だから子供じゃないですって。3歳大人なのね。そうそうそう。まただ、もう病み上がりね。もう病み上がりでこれかい。金のやつって？おい。うん。頑張れ頑張れ。さっきより武器が楽だ。僕洗濯機なので。あのね、それ直接当てないで、ちょっと上目に当てるといいよ。やってますよ。あ、ナイスナイスナイス。うん。ふなちゃんさっきなんか言ってたって。直接当てないで。そうそうそう。あ、それ聞いてたの？聞いてたんですよ。そう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 。それ今ちょっと真似して上の方打ってやってんですから。あ、おでこかゆうちゃんごめん。俺さ、ナイス玉使ってさ、打たないからさ、今入れといていいよ。オッケー。うん。入れます。今入れちゃって。めっちゃ飛んでる鮭、めっちゃ鮭飛んできた。やべ。オッケーオッケー。どうこれ。入れて入れて。あ、今俺も入れてる。こっちが大丈夫？ダメですダメです。オッケー、じゃあ戻るよ。てか、一番強いです、その武器が。ブラスターでしょ。いや、そっちにダマツは入れてた。あ、仲間がジェットバック中だ。入れよう入れよう。ナイスナイス。うん。ごめん、こっち来る。俺らのとこ来た、俺らのとこ。はい。オッケー、23個だから。いけるっちゃ。あ、やばい、これ、金鮭。ひろさんについてるよ。逃げて。ほら。ほらじゃない、逃げて。ほら。ほらじゃ、逃げて。いや、強いんですから。どこ逃げたの？あ、戻ってきた。偉い。偉いですよ、僕は。イラエラのエラの国の王子様なんですから。そんな国ないよ。ありますって。その中にないよ、適当に。イライラの国の王子様ですから。アラジンの王子様ですから。アラジンじゃないんだから、そんな国ないよ、適当なこと言わないの。何アラジンって。アラジンも言ってたじゃん。やっぱうなちゃん、まだ熱なんじゃないか？熱ないよ、今ちょっと喋りすぎて熱出てきたかもしれないけど。はい、熱ないよ。体ほてってきたよ、でも。
もちゃん、ネズありますって。熱ない、おアラジン知らないの、アラジン。あ、あるね、うなちゃん熱ある、熱ある。あ、知らないことを自分の棚にあげて、うなちゃんの熱のせいにするじゃん。違う違う違う、違う違う、アラジンは知ってますけど。うなちゃん熱ありますって。いや、ちょっと話聞いて。アラジンは、ヤスミン姫に自分が釣り合うために、はい、王子様って偽って、ない国の、はい、アバブワっていう町へ、って言って、はい、近づこうとしたんよ。今、はい、ヒデオさんのエラエラ王国のなんか王子様みたいなこと言ってた。ほぼアラジンって言うてること異常なんですよ。え、てかだから本当にあるんですって。いつのなんでウモちゃん疑ってんですか。どこにあるんですか、じゃあエラエラ王国は。それは言えないですよ。王子様なの。はい。いや、適当なこと言ってるじゃん。鎖国してんですから。鎖国してんの、なんでこっち来んだよ。鮭の世がいいんだよ。だから出稼ぎしてんですよ。国の一大危機なんですから。出稼ぎここまで来たのね。そうそうそう。でも見つかったらまずいんですよ。僕は王子様なので。めっちゃ嘘つきじゃん。王子様なのでダメなんですって言ってますけどね。俺にはみんなにも伝わっちゃってますけどね。エラエラ王子、エラエラ王子様なんですから。もうダメだよ、エラさん。嘘がつかない方がいいんだよ。嘘じゃないですよ、本当ですよ。本当なんだ。本当ですよ。なんか頭痛く、なんか熱出てきたかも、また。だから熱あるって言ってるじゃないですか、さっきから。いや、おかげさまでね。そうですよ、おかげさまでです。あなたのせいですね。違う、なんで僕のせいにするの、そうやって。いや、体が今ちょっとほてってきて、熱いもん、今。それはうなちゃんの体のせいだろ。違う、俺の体じゃ。僕のせいじゃないですよ。俺に中にいる菌のせいで体熱くなってんだ。俺の体のせいだもん。お尻の菌でしょ、だから。そう、だからお尻が原因で熱出たの。初めてだ。おけつ菌でしょ。菌じゃないけど。けつ菌。それのせいも、まあ、でも。だから、俺もびっくりしてる。てなんかヒカキンさんみたいな言い方。けつ菌 TV？ けつ菌 TV。ヒカキンさんみたいだね。ケツキン TV。 ケツキン TV でしょ。埋められるぞ、大丈夫か。そうなんですか。あ、味方やられてる。僕別に違うよ、僕はうなちゃんのお尻の木にやられていっちゃっただけですから。あ、じゃあ俺のせいね。分かった、ごめんなさいヒカキンさん。うん、うなちゃんのお尻が悪いんですから。あ、ちなみにウェブさんなのでスペシャル使っていいからね。使ってますよ。使ってるね、さっきも使ったもんね。僕は偉いんですよ、うなちゃん。まあ、エラエラ王国から。はい。うん、そう、エラエラ王国なので。ヒロさん、これ倒せない、この。柱。倒すので、待ってくれた。でも、ノルマ行ってる。なんか今日楽勝だな。今日、ね、武器が強いんじゃないですか。武器強いんかな。うん。買いやすいんかね、うん。めっちゃ楽勝だよね。めっちゃ楽勝。ね、あと、うなちゃんがカンストしてるところだからじゃないですか。あ、そっか、俺、得意なのかな、もう。はい。得意だもんね。はい。だから、勝てんだよ。ノルマ見て、52個いったよ。うん、まだいけんじゃない ?53 になった。ほら、すげえ。すげえ。ナイス、うなちゃん。倍だよ、ほぼ。お尻ナイス。倍だ。ああ、ケツ。ケツ、キンナイス。だから、課金さんごめんなさい。巻き込まれちゃった。おつ、ヒデオさん、おつ。ちょっと喉を休ませるわ。パッ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 。あ、タツ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 ヒコ。タッちゃん来たね。うん。ヒデオさん、タッちゃんどうする？どう倒す？どう食べる？これはね、うん、食べられないことに気づいたんですよ、僕は。え、つまり、美味しくないってことか？うん。あー。あーあ、なんだ。オッケー、竜彦撃ちたいな。うん、撃ってて、竜彦。オッケー、オッケー、オッケー、溜まったね。溜まった、溜まった。おーおーおーおお。うわぁ。うわぁ、すごい。これ狭いけど大丈夫か。とりあえずでも。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。とりあえず俺も、撃っとくわ。あー、撃たれちゃった。撃たれちゃった。一応俺トリプルトルネードあるから。あ、これ倒せる。我々、ナイス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 。次も食べよう。
しっかり食べよう。オッケー、打った後ね。打った、食べよう、トリプルトルネードあるから、大丈夫、大丈夫。はい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 。なんかあ、やべ、柱に当たっちゃった。柱オッケー、柱いて。あめ、撃たれちゃった、ごめん。撃たれたら了解。オッケー、柱もおうと。それでとりあえず使った。いっぱい倒したよ。撃った、オッケーオッケーオッケー。ダメージ入ってる、ダメージ入ってる。オッケー。撃てる撃てる、今撃てる撃てる。オッケー、俺も撃ってる撃ってる。倒せる倒せる。あと普通に攻撃すれば勝てるぞ。いけ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 。こいつ食べたろ。ナイス、ゆるちゃんナイス。いや、ナイスナイス、ゆるさんナイス。ナイスチームワーク。いいチームワークだな、今。どこ、うなちゃん。ここここここ。ナイス、うなちゃん。ここここここ。イエーイ。ねえ、なんで探してくれ。ねえ。やったー。はい、銀2個やった。ナイスー。タツ美味しくないんかな。タツ美味しくならそう。なんかヌメヌメしてそう。うなぎみたいな。ヌメヌメしてなんか骨がいっぱいありそう。うなぎやん、それ。え。うまいよ、うなぎは。美味しくないですよ。うまいっ